在、日本が開発している F2 戦闘機の後継機となる予定の第6世代戦闘機次期戦闘機だけど、この次期戦闘機で運用する予定の無人戦闘機も同時に開発が進んでいるよ。無人戦闘機ってかっこいいよね。近代的で、すごくそそられるよ。無人戦闘機は、簿記に随伴し、AI による自律飛行が可能であるとされているからな。しかしながら、それでも無人機に対して指示を出す必要はあるため、現状では次期戦闘機は、無人機操作のために複座式となるのか、すべてを高度に自動化して短座化するのかまでは決まってはいないみたいだぜ。そうだね。さて今回は、そんな次期戦闘機用無人機を開発中であることについて、解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。次世代の第6世代戦闘機は、西側先進国を中心に世界各国で開発が進んでいるんだけど、現在のところの第6世代戦闘機のコンセプトの一つとしては、簿記となる戦闘機に無人機が随伴し、簿記は無人機と共同で戦闘行動を行うことにより、より作戦の幅を広げつつ、簿記の生存性を向上させようとしているんだ。日本でも次期戦闘機として第6世代戦闘機の開発が2021年より本格的に開始されているけど、3代目の国産戦闘機として F3 とも呼ばれており、無人機についても2021年に実証機の開発関係費の予算が計上されているよ。フルスケールでの開発が進められることになり、次期戦闘機と同様、2035年頃に配備される予定となっているよ。現在は、自衛隊の作戦及び任務の遂行に応じたミッションシステムや、インテグレーション技術の研究開発及び各種武器を統合する、火器管制システムなどの研究開発を進めている状況らしい。また、現在開発中の無人機は、前述のミッションシステムやインテグレーションとの、緊密な連携とそれに対応した自律飛行制御技術の開発が求められており、簿記のパイロットが移行制御せずとも自律飛行を行い、所定の任務遂行が可能なレベルの無人機開発を行っているようだな。将来的には、敵対勢力の人間を無人機が、自動的に攻撃するような戦場になっていきそうだね。そうだね。そして、現在無人機に求められているものは、簿記のパイロットの生存性を高める高度な自律飛行及び作戦遂行能力、有人機では不可能な高機動性、人間の搭乗が不要であるため、機体内部容積を兵器及び燃料に割り当てることによる、兵器搭載量及び燃料搭載量の増大と機体凹凸の削減によるステルス性の向上だよ。コストパフォーマンスについても、有人機に比べて、パイロットの搭乗スペースや操縦機器を削減できるんだ。そして、最悪撃墜されてもパイロットの損耗を防ぐことができるので、兵装を使い果たした場合でも機体を敵機や敵艦船に特攻させて攻撃することすらできるってわけ。もちろん、無人機といえども非常に高価な装備だから、簡単に使い捨てることはできないけど、パイロットという非常に貴重な人材を無意に損耗しなくてよくなるというのは、非常にコストパフォーマンスが良いと言えるよね。防衛省は、無人機に関して以前より強い関心を示しており、実は1995年より無人機の基礎技術の研究を開始しているんだ。そして、2004年には本格的な無人機の開発費用として3億円の予算を計上し、最終的には開発経費103億円で4機を生産。2009年より航空自衛隊にて国産無人機の配備を行っているみたい。この無人機は、搭載簿記の F15 から空中にて射出され、あらかじめ決められたルートを偵察飛行し、自動で定められた基地に着陸するというものとなっているよ。そのため、攻撃任務に使用することはできず、米軍のグローバルホークに代表される無人機に用に地上基地から遠隔操縦できるわけでも、長時間の飛行が可能なわけでもないんだけど、戦闘機から無人機を射出して運用するというコンセプトは、現在開発中の無人機につながるところもあるとのことだよ。航空自衛隊では、米軍より導入したグローバルホークと同様に、遠隔操作できる無人機の研究も進められており、無人機開発の先進国である米軍ではグローバルホークが、有名な無人機として挙げられるんだけど、この他にも現在米軍にて開発が進められている、XQ-58A バルキリーと呼ばれる機体があるんだ。このバルキリーという無人機を開発した企業は、米国の軍需産業の中ではほぼ無名と言っても良い企業であり、その名をクラスト社というよ。バルキリーは、機体に搭載された AI によって、亜音速飛行による長距離自律飛行が可能となっているんだって。この機体は、2019年3月に初飛行しており、2021年3月には試験飛行も6回に達し、6回目の試験飛行では、バルキリーに内蔵したウェポンベイより、小型ドローンを射出する実験にも成功しているんだ。
これにより、無人機で無人機を運用することが可能であることが実証されたことになり、無人機の可能性をさらに大きく広げるものとなったぜ。ヴァルキリーに搭載されていた小型ドローンは、アルテウス600と呼ばれており、米空軍研究所が現在提唱している低コスト消耗型航空機技術の一環として開発が進められたもので、高度な電子戦及び電波情報の傍受などの任務を遂行することができる機体となっているみたい。そして、米空軍では2019年よりスカイボーグ計画と呼ばれる、自律型無人システムの実戦配備を目指すプロジェクトを進めており、これにより、組織化した無人航空機群を運用することにより、紛争地域への迅速な展開及び敵戦力への効果的な攻撃と進行阻止を、比較的低コストに行うことが可能になるとしているんだ。一方、日本における無人機開発については、防衛省は偵察機や戦闘機等の広範な機種による、無人機の運用を想定しており、最新のデジタルモックアップ技術を活用して、さらなる研究スピードの向上が図られているようだぜ。そのような中で、今回の次期戦闘機とともに運用する予定の無人機については、これまでの日本の無人機研究開発の成果の一つであるとも言われているな。防衛装備庁旧技術研究本部では、2016年8月に将来の無人機に関する研究ビジョンを公表しており、その内容としては航空無人機の研究開発を中心としていたんだけど、2019年以降からは第3分類無人技術検証と呼ばれるフェーズに移行しており、遠距離見通し外運用型の無人機技術の検証を行っているところとなっているようだね。この後、第4分類無人技術検証にて、戦闘型無人機の研究開発も進められていて、これでは、第3分類無人技術検証にて行っている検証のほか、近距離見通し内運用型、特殊飛行型及び携帯型、ドローンなども候補とされているんだ。現在、これらの研究を基礎としつつ、現状に即して適時研究内容に柔軟性を持たせつつ、無人機の研究開発が進行しているってわけ。また、単にドローンと呼ばれるものでも、用途によって様々な大きさや型式があるぜ。日本が開発しているのは、どんな無人機なの？防衛省で現在開発が進められている次期戦闘機と連携運用する無人機の種類は、近距離見通し外での運用型でありかつ、携帯型無人機とでも言うべきものであるように思われるんだ。これらの無人機開発及び運用思想は、現在の世界の潮流でもあるんだけど、日本においては F-15 イーグル戦闘機の最近代化改修計画が予定通り進んでいない現状では、第6世代戦闘機の開発及び無人機開発に注力していくのは、日本の防衛力整備においては当然の対応であると思われるね。世界各国においても無人機開発に力を入れており、米国においては、2021年2月に米国防高等研究計画局から、ロングショット開発計画と呼ばれる無人機開発計画を発表しているよ。そして、米国内3社に対し、空対空ミサイルによる敵機の迎撃を可能とする、ドローンの設計プランの提出を求めており、このドローンは、母機となる有人機を護衛し、有人機パイロットの生存性確保につながるものとされているんだ。2022年現在、世界はロシアによるウクライナ侵攻によって軍事的な緊張感が大きく高まっているよね。そのような中、米ロは第6世代だけではなく、第5世代や第 4.5 世代戦闘機への無人機運用能力の付与、検討していると専門家の間で囁かれているってわけ。このような米ロの動きに対して、日本は防衛予算の制約もあり、研究開発が遅れていると言わざるを得ない状況ではあるんだけど、今後、航空戦力の無人化は避けては通れない重要な案件であると言わざるを得ないんだ。日本に大きな軍事的圧力を加えている中国は第6世代戦闘機の開発よりも、無人戦闘機の研究開発に力を入れていると言われており、ロシアのウクライナ侵略において、ウクライナ側は無人機によって、ロシア軍部隊に効果的な打撃を与えているとメディアを通して報じられているからね。現在の無人機開発の進捗状況によっては、将来の日本の防空体制、航空優勢の確保に甚大な影響を及ぼすことはほぼ間違いないよな。日本は現在、限られた防衛予算を様々な研究開発に分散して投資しているけど、無人機開発という今後の日本の防衛環境に大きく影響する分野に関しては、分散した防衛予算の選択と集中を行い、現在よりも無人機への研究開発予算を大幅に増額する必要があるのではないかな。さらには、今回のウクライナ侵略戦争を見たドイツは国防予算を大幅に増額し、自国の防衛能力の増強に努める方向に大きく舵を切っているしな。日本も中国という、ロシア以上の軍事大国からの軍事的圧力を受けている状況だから、
防衛予算の拡充も速やかに検討すべきだと思うな。その通りだね。日本はいつまでも平和ボケと呼ばれる状況で安穏と過ごすのではなく、自国は自国でも守れるよう努力すべき時に来ているってわけ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。鹿児島県西之表市の馬毛島に自衛隊基地を整備し、米軍艦載機の陸上空母離着陸訓練 FCLP を移転させる計画に反対を訴えるデモが、2021年3月27日に起きたことを、みんなは知っているかな？デモ隊は東京都市ヶ谷の防衛省周辺1キロを約70人が練り歩いて規制を上げながら行進していたな。基地の移設計画をめぐり、首都圏で反対デモが催されるのは初めてだったよね。まあ現地民からすると色々と事情があるだろうから、仕方ないといえば仕方ないのかも。そうだね。さて今回はそんな馬毛島の自衛隊基地設立に対する反対運動などについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。今回のデモは、首都圏で基地反対運動を展開する市民団体が主催したものだよ。反対運動を全国に広げる狙いから、都心を実施場所に選んだと関係者は言っているみたい。埼玉県のイラストレーターの52歳男性は、現地住民の意思より日米関係を優先する政府の姿勢に憤りを感じて参加し、東京では馬毛島の名前すら知らない人が多い。デモは移転問題を知ってもらういい機会だと話していたらしいね。確かに日本の軍事関係に興味がない人にとって、馬毛島は認知度の低い島になっちゃうかもね。でも当日、集会も都内で開かれ、西之表市の反対団体の三宅君人会長が講演し、隣の種ヶ島は畜産が盛んで、騒音の牛への影響が懸念されるなどと、市民の危機感を参加者に対して説明したよ。既存の産業に影響が出る可能性があるとなれば、それに携わる人々は気が気じゃないよな。死活問題にもなりうるからこそのデモだと思うぜ。現在、防衛省が進めている自衛隊と米軍での訓練島として馬毛島が候補となり、買収が決まっているね。建設前に島の条件を調査することは必須であるため、ボーリング調査を行っているんだけど、それに対して種ヶ島漁協が一点同意へと変わり、その真相を確かめたよ。防衛省は浦添孫三郎組合長名義の同意書を受け取っていたことが11日に判明し、同省は同意書提出を受け、塩田康和氏鹿児島県知事への許可申請の手続きに入る見通しだね。その一方で漁協内では同意形成が不透明との反発の声が上がっており順調に話が進んでいるわけではないんだよ。南日本新聞の取材に対し、浦添組合長が同意した判断理由について、すべては14日に会見して説明するといい。明確な回答はなかったみたいで、理事会は同月3日に開かれ、理事6人、幹事3人が出席し、その後、同月9日に防衛省は同意書を受け取っていたらしい。防衛省の発表によると、許可申請は岩礁破砕、海底土地使用、海底土地土石採取の3点であったみたい。いずれも漁協の同意書が必要であるため、土地使用と土石採取は、賛否に関わらず市の意見書を添付しなければならないんだ。つまり最終的な調査の可否は当地の知事の判断となるわけだね。理事会は、トコブ資料の優先漁業権を持つ西之表地区の小組合長に電話で調査受け入れ同意を伝えたけど、勝手に決められた受け入れに対して傾いた判断理由は示さなかったよ。防衛省が漁業関係者に説明会を行った際、西之表地区の出席者の大多数が反対したことを受けて昨年5月末、浦添組合長は現時点で漁場に及ぼす悪影響が図れないと話した上で、基地計画全体について全組合員に説明、意見を出してもらった後、総会で調査受け入れの是非を図ると回答したんだ。理事会が今回同意したことについて、西之表地区の組合員からは理事会の判断は手続きとしておかしいと反発の声が多数出ているようだね。当然ながら同地区の小組合長は、同意を決めた理事会の会議録を求めて、どのようなプロセスで合意を決めたのか確かめた後、地区の組合員で今後の対応を協議することになると思うと異論とも思える発言をしたよ。防衛省のこれまでの説明では、ボーリング調査は海上自衛隊及び米軍の艦艇が経由する港湾や工事用の仮設桟橋、揚陸用施設を作るために実施すると言っていたんだ。内容としては島の東海岸39カ所で計画し、水深1メートル未満1カ所、水深1から17メートル29カ所、水深17メートル以上9カ所が対象となっていて、そのうち30カ所が島中部の横瀬と呼ばれる工業場に集中しているため漁業組合は納得できないってわけ。地
産業のみならず、漁業にも影響が出そうだね。基地の設立はそこの産業にいろんな影響を及ぼすことを理解して、しっかり補填してあげないといけないよ。防衛省は当初、7月中旬から3月末まで実施したい意向を示しており、調査期間は半年、費用は5億円程度が見積もられているぜ。西之表市は、防衛省が自衛隊基地建設と、米軍空母艦載機陸上離着陸訓練 FCLP 移転計画の候補地として土地買収を進める馬毛島で、不動産鑑定評価調査を行い、2021年度中に実施予定の馬毛島活動計画のうち、8月上旬の青少年体験活動に続き、入党を許可されたね。このプロジェクトは3年に一度の固定資産の評価外に伴う調査であり、西之表市が1月、行政事務の一環として、本年度中の実施を防衛省に申し入れていたみたい。不動産鑑定評価調査には不動産鑑定士2人と市税務課、財産管理課の職員8人が参加し、当日の午前8時半、猶予船で西之表港を出発し、そこで民有地に地点と、私有地の旧馬毛島小中学校跡地の計算地点を調べ、翌日午前中に西之表港に戻ってきたらしいよ。同市は、残る樹木伐採届や市史編纂文化財に関する調査の実施についても、防衛省と調整を進める予定だけど、こうして自然が破壊されていくのは防衛のためといっても本当に惜しいものだね。人間の都合で森林伐採されるのは色々と思うところはあるけど、しっかり有効活用してもらいたいね。港湾施設の海上工事、設置運用に起因する漁業権の制限または消滅に伴い、漁業経営上被った損失を国が保障するようになっているとはいえ、お金をもらえばいいというものでもないと個人的には思うからね。漁師への保障をしても地球の環境破壊の保障は絶対にできないのだから、そこまでして海洋汚染を進めようとする防衛省に対してデモを起こすのは当然の成り行きだろうな。また、米軍も再編されるということに対してもメリットデメリットがあり、住民の方々は困惑しているに違いないよ。だよね。これまでの生活を変えられることになるのは間違いないのだから、精神的ストレスになってしまうことを少しでも軽減してくれることを願いたいよ。自衛隊や米軍が移転してきたら、様々な施設や公園などの整備改修なども行われるだろうし、犯罪も少なからず増えるというのも受け入れなければならないからね。悪いことが起きる前のリスクコントロールをしっかりとやらなければ大事件になることもあるから、その時にダメージリカバリーをどれだけできるかが防衛省の信頼を失うかどうかの鍵となるだろうね。当然ながら基地が建設されれば隊員も移動しなければならないし、宿舎は種ヶ島に建設予定だけど、自衛官の運命とはそういうものなんだろうね。これから日本を守るために想定された訓練が馬毛島で行われることが未来の平和につながることを祈るばかりだよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、世界的にも有名な甲羅についてだよ。夏場にキンキンに冷えた甲羅を飲むとめちゃくちゃうまいよな。そうだね。その甲羅なんだけど、みんなは子供の時に、甲羅を飲みすぎると骨が溶けるということを聞いたことがあるかな？あるある。だから僕怖くて甲羅飲めなくなっちゃったもん。俺は歯が溶けるって聞いたぜ。でも、そんなの嘘だろと思っていたから気にしてもなかったぜ。やっぱり嘘だと思うよね。だけど、結論から言えば、本当に溶けるそうなんだ。やっぱりやばいやつやん。怖すぎる。じゃ解説していくね。人間の歯や骨は主にカルシウムやマグネシウムからできており、カルシウムやマグネシウムは酸に反応して溶ける性質を持っているそうなんだ。そして、甲羅には酸味料が含まれていて酸性の飲み物であることから、歯や骨を溶かしてしまうんだよね。実際に実験してみたところ、食べ終わった魚の骨や抜けた自分の歯を甲羅に長時間浸しておくと、溶けてしまったんだよね。やっぱり怖い。こんなに恐ろしいものだとは、でも安心してほしいんだ。普通に考えれば甲羅が体内の骨に触れる機会なんてないよね。また、長時間浸すことによって溶けるだけであり、口の中も一瞬で通過していくため、飲んだからといって歯が溶けることはないんだよ。仮に口の中で長く味わって飲み込んでも、一日中口の中に甲羅を溜めておくことはないだろうし、唾液には甲羅の酸を中和する作用があるそうなんだ。なんだ、さすがの俺もビビったが、安心ならこれからも美味しくいただくとするか。本当に何もなくてよかったよ。今まで飲んだなかった分、いっぱい飲むぞ。みんなも甲羅を飲むときは、この豆知識を披露してみてね。それじゃあ今日の動画は終わりだよ。また明日も見てね。Thank you.
護衛艦出雲とかが戦闘機艦載に向けて回収を行うことはみんなも知っているよね。そもそもこの二艦の回収が進められることになったのは、尖閣諸島に対する中国のプレッシャーがかなり強まっていることにあるからな。ほぼ毎日領海侵犯を行うのは当たり前だし、挙句の果てには日本の EZZ において経済調査を強行するなど、まさにやりたい放題の中国だからね。尖閣諸島に手を出してもアメリカは黙っているだろうと思わせてしまえば、中国は明日にでも尖閣諸島の実効支配に乗り出してくるだろうしな。そうではなく日本だけでも十分守りきれるとプレッシャーをかけることが、今の日本にできる防衛ってわけだね。そんな日本の防衛において出雲加賀が果たす存在は極めて重要なんだ。急がれる二艦の回収計画が、スムーズに進行することを願わずにはいられないよ。さて、今回は、護衛艦出雲加賀の F-35B 戦闘機艦載に伴う回収計画を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。日本においても、垂直離着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型戦闘機の導入が急がれている中、甲板耐熱加工の試験も完了した護衛艦出雲が、次の定期点検時には艦首をスクエア型へ変更するプログラムが予定されているみたい。実際、F-35 ライトニング 2B 型戦闘機の納入までには時間を要するため、その間に艦首の改修工事と甲板のスクエア型への変更、これらの改修を先行して着手することは決まっているんだけど、その理由は戦闘機及び乗組員の安全運用に最良だからとされているんだ。2020年9月末には、2022年度の防衛予算の概算要求が発表され、その中に海上自衛隊のヘリコプター搭載型護衛艦出雲と加賀を、航空母艦に改修するための必要経費として約230億円がしっかりと掲示されていたことから、2022年にはすでに具体的な改修に着手することが確実に予定されているようだね。この2つの護衛艦を航空母艦へ改修する際、艦上の全通飛行甲板に F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を艦載することを想定すると、まず必要になる改修が耐熱加工となっているよ。どうして耐熱加工が必要なの？ F-35 ライトニング 2B 型戦闘機は、離発着時に非常に高温の排気熱を放出するため、既存の甲板では運用に耐えられないことから、甲板に耐熱加工を施す必要があるんだぜ。この改修について、出雲は2020年3月から、ジャパンマリンユナイテッド社横浜工場で飛行甲板の耐熱工事を施して、2021年6月には完成させているよ。さらに、2021年11月にはアメリカ海兵隊岩国基地の F-35 ライトニング 2B 型戦闘機と合同の訓練を実施し、四国沖の太平洋で実際に離発着訓練を行い、成功させているんだ。自らの訓練を世界中に公開するということは、それだけ自信があると同時に、日本が空母を所有することを対外的に宣言する意思が見て取れるよな。改修後の出雲に、外観上の変化はほぼないんだけど、甲板を見ると従来のヘリ運用に必要な白いライン表示に、F-35 ライトニング2用の黄色のラインの表示が追記されており、同様の運用を可能としているアメリカ海軍の強襲揚陸艦に類似していることがわかるんだ。また別に、進行方向へ向かって右翼に環境構造物が設置されているんだけど、前とした黄色のライン表示が邪魔しないように、左翼端に近い位置に引かれていて戦闘機の滑走距離の確保を図りつつ、安全にも考慮されているみたい。そして、さらなる改修部分は甲板の形状変更だね。収益後から現在まで出雲の全通飛行甲板の先端部分は台形だったんだけど、F-35 ライトニング 2B 型戦闘機用の黄色いライン表示の先をたどっていくと、艦首部への距離が短くなってしまうため、今後は幅を拡張して長方形に改良していく予定とされているよ。実際には、2025年から始まる2回目の大改修において出雲の艦首部分改良を行う予定で、合わせて加賀は2022年春以降に耐熱加工と甲板の形状変更の改修工事を同時に行う予定となっているみたい。第一段階の改修工事を終えた出雲は、今までのように哨戒任務や各種訓練公開などを再開させつつ、近いうちにはアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 戦闘機を発着艦させる運用試験を始めるんだって。この運用試験は極めて重要で、飛行甲板での固定翼機運用方法はもちろんのこと、空母や揚陸艦として艦隊運用する道の世界を、海上自衛隊はしっかりと学ぶ必要があるぜ。そのために、アメリカ海軍や海兵隊の協力を得て共同訓練を積み重ねることで習熟していく必要があるってわけだな。また、艦載機を運用する航空自衛隊においても、F-35 ライトニング 2B 戦闘機の操縦訓練をはじめ、連動を高めていきつつ、最終的には自衛隊オンリーで総合訓練を行って、
正式運用をスムーズに行うための準備が進められることになるってわけ。両者が組み合わさり、順調に運べば2024年には、空母出雲加賀が収益することになると思われるけど、F-35 ライトニング 2B 戦闘機の購入スケジュールなど、影響を受けることは多数あり、アメリカの事情によってスケジュールが変わってくる、などのことは十分にあり得るね。ちなみに、アメリカ製の F-35 ライトニング 2B 戦闘機の汎用性は、世界的に定評があり、特に短距離離陸も垂直着陸での運用ができることが、大いに役立つと言われているぜ。垂直離陸着陸に関しても物理的には可能とされているが、離陸時に搭載できる燃料や兵装の量を考えると、短距離離陸での運用にした方が負担も少なくなるので運用効率も良いと言われているな。先ほど回収計画で触れたんだけど、出雲や加賀の飛行甲板の先端を拡幅して長方型にする理由は、アメリカのワスプ級やアメリア級の強襲揚陸艦と同様のスタイルとされているよ。その方がアメリカ式運用術をマスターするのに適しているし、共同訓練の過程でお互いの戦闘機がお互いの空母に離発着することを想定すると、共通航を増やしておくことが当然と言えるからだね。だけど同じ F-35 ライトニング 2B 戦闘機を搭載しているイギリスの航空母艦クイーンエリザベスの飛行甲板はアメリカや日本とは異なったスキージャンプ式の発艦装置を装備しているよ。これは、発艦時の連続発艦を効率よく行うなどの事情により設置されているものなんだけど、発艦方法もスムーズに行えるとも言われており、軍事アナリストの間では出雲加賀も、スキージャンプ式の発艦装置に改修をした方がいいのではないかとの声も囁かれているんだ。とはいうものの、それはあくまで今後の運用面を考慮して決定されるべきだな。出雲や加賀は空母オンリーの運用だけではなく、対潜哨戒任務を中心としたヘリ運用も考えられているため、必ずしもスキージャンプ式の発艦装置が必須ではないとも考えられるぜ。すでに出雲加賀の船体前方下部には、対潜戦闘用の大型ソナーを設置していて、その位置にスキージャンプ式発艦装置を設置してしまえば、艦艇のバランスが崩れてしまうからね。最悪の場合には艦艇上部の重量配分が重くなるトップヘビー状態を招く危険性も考えられ、台風発生時などの荒天時は波の影響を受けて転覆のリスクも高くなってしまうからな。出雲加賀の運用にあたって、日本政府は常時 F-35 ライトニング 2B 型を運用せず、必要な人に無に合わせて必要な機体を搭載すると明言しているよ。そのため、F-35 ライトニング 2B 戦闘機だけでなく、従来の SH-60 型対戦哨戒用ヘリコプターを搭載しての体制も併用させる意向にあるみたいだから、対戦哨戒任務の重要性が非常に高いことが伝わってくるよね。たとえ出雲と加賀が航空母艦に改修されたとしても、これらの理由からスキージャンプ式発艦装置が設置されることはないってわけだね。漫画家川口海二氏の名作空母いぶきのような空母が登場しないってことで、一部のマニアはさぞ悲しかったことだろうと思うよ。あらゆる改修を行ったとしても、F-35 ライトニング 2B 戦闘機を運用するには、クリアしなければならない様々な課題があるよ。その一つには、製造元のアメリカへ行き母艦となる艦艇を派遣して、運用可否について認定を受けなければならないことだね。2022年には出雲が当該試験を受ける予定となっており、これだけを見ればお金と時間のかかる戦闘機だと思ってしまうんだけど、その手間をかけてでも絶対に実用化したい。そうしなければ国防の充実が図れないと考えているみたい。この試験の段階で、出雲の飛行甲板工事は未完了ではあるものの、この状態でアメリカから運用認証を得ようとしていることを鑑みると、F-35 ライトニング 2B 戦闘機自体の運用そのものには大した影響はないと思われるから、とにかく試験に無事に合格してくれることを願わずにはいられないな。ちなみに、日本政府としては空母化する艦艇出雲加賀の2艦のみと明言しているぜ。それはもう空母はいらないと考えるのか、間に合わせの空母はこれだけと言っているのか、どっちなのかは不明瞭だよね。個人的には、F-35 ライトニング 2B 戦闘機の運用実績も加味した上で、本格的な航空母艦を建造して備えるのか、あるいは海上自衛隊初の強襲揚陸艦を建造するのか、いろいろなパターンで次の空母について積極的に検討してほしいと思うぜ。そうなると、現在の日本国憲法に定められている攻撃的兵器の保有禁止の原則と、どのようにバランスも取りながら計画するかが課題になってくるけど、中国とプレッシャーは今後も続くことが予想されるわけで、護衛艦出雲加賀の存在をしっかりと活用しつつ、次の一手を見せ続けることが国土の防衛には欠かせないと思うよ。攻撃的兵器の保有ではなく、攻撃を抑止するための抑止兵器としての空母。このような考え方を柔軟にしていってもらえると、国民も安心できると思うんだよね。それじゃあ今回はこの辺で。
よかったら。チャンネル登録してね。